うむ、なるほど。少なくとも脳に支障は来たしていないようじゃの、うん。やっとのことで地面に埋もれておるような輪っぱを運んできたのじゃ。そうまでしたのに再起不能となっておっては残念すぎるじゃろ。そうかおそらくあの巫女どもを下がらせたからじゃろう。 もっと人間というものを研究するんじゃな小さいのどうわらわに恩を返すか考える方が重要じゃぞその名はフムなかなかいい出来じゃまあ全くかなわないじゃろうな <laughs> おっとそろそろ時間じゃ <laughs> その感じわらわの狐お姉さん姿に興味があるような口ぶりじゃの 調子に乗るな。